声ちっちゃい、もっと声出せよ。僕のお母さん、僕のことを産んでくれて本当にありがとうございます。日本最大の繁華街、新宿歌舞伎町。数多くのホストがひしめき合うこの街で、その勢力を拡大し続ける男たち、エアーグループ。中でもオープンから18年という歴史を持ち、職業イケメンを体現し続けるクラブオールホワイト。そしてオールホワイトに在籍するこちらの青年、飛龍。未経験からアルバイトとしてホストを始めた彼は、入店初月で100万円、その後わずか4ヶ月という短期間で1000万プレイヤーへと変貌を遂げた。そして今回、カリスマホスト飛龍の人生2度目のバースデーイベントが行われる。ここまでオールホワイトの店内では、飛龍さんの人生2度目となるバースデーイベントが行われており、営業序盤にして多くのお客様が来店していた。そしてこの日、営業前のヘアメイクを行う飛龍さんはこのようなことを話していた。ホストを選んで決めてみて、ママの一言です。若いうちにやれることやれって言われて、だったらホストしようみたいな。今日お母様いらっしゃるって言ったんですけど、作るんですよ。社長が、はい、呼びなよ許可出してくれて、はい、特別になんかわざわざ岩手から来てくれました。なんと今回、自身がホストを始めたきっかけでもあるお母様が自身の誕生日を祝福しに来店しているという。素敵な従業員と一緒にこうやって働かさせてもらってます。今までね、やっぱ散々迷惑かけてきたんですけども、これからはちょっとずつ親孝行できたらなってのも思うし、あなたの最強な遺伝子のおかげで今こうやってたくさんの姫様に僕は愛されています。泣いちゃうか、間違いない。これから僕はホストとしてもっともっと成り上がっていくんですけど、一つ言えるのは、あなたのところに生まれて本当に良かったですよ。よいしょ。ホストクラブという慣れない環境の中で、息子を祝福するため高額シャンパンを下ろしたお母様、そしてここまで育ててくれたお母様への感謝をマイクを通して伝えることに成功した飛龍さん。お母さん招待したよって言ってもらえたので、こうやってね、今回招待。ホストクラブは飛龍さんがホストを始めるっていうお話を聞いたときは不安だったりはなかったですか？息子がホストとして立派に成長を遂げ、周りから愛されている姿を見たお母様は安心した表情を見せていた。そしてお母様からの愛のある祝福を受けた彼は、ここから始まる怒涛のシャンパンコールへと向かう。やってくれるや。おめでとう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、まずはね、素敵なナギの犬様、僕のおじちゃんとナギのおじちゃん、ありがとうございます。
ナギは CP 所属おめでとうございます。まあちょっと俺より早く行っちゃったのは悔しいけども、えも俺も早く追いつけて、追いついて一緒に二人で主任になって、はい、オールホワイト仕切ってめっちゃ生きろって思ってるんです。はい、それをね早くできるように頑張りましょう。今日最高よいしょよいしょ。桐生の方が全然年下なんですけど、でも歴は先輩みたいな。それこそ今言葉でも言いましたけど、飛龍って言ってるんですけど、最初すごい敬語とか使って結構先輩っていうかもう、はい、ルさんみたいな感じで話してたんですけど、テンション感っていうのがすごい僕とマッチングして、なんか一緒にいやすいし、なんかその仕事のお話でもすごいなんか熱くなれるし、その天休日とかも結構なんか一緒に遊んだりする機会が多くて、直接本人に言ったら結構こっぱずかしいんであんま言えないんですけど、相棒みたいな感じですね。はい、早く聞いてよ。いいよいしょ、いいよいしょ。レオさんのね、セミナー僕のオーディションまたありがとうございます。レオさんいつも輝くでありがとうございます。やっぱりレオさんにはねお世話になってるし、こすべき存在だと思ってるんで、はい、レオさんも次に追いつけるように俺もこれから日々精進してまいりますので、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございます。よいしょ、レオさんありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。でもね、イルがね、すごいですよね、やっぱね。今めちゃくちゃ来てると思うし、イルがその波をね、掴めると思うんで、僕にはできなかったものを見せてほしいし、イルがこれから先ね、終わりの希望だと思うんで、頑張ってほしいです、本当に。ちょっと忙しいと思って、はい、今日は頑張ってください。イルさん、ありがとう。よいしょ、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 はい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 、ヒリュウのオリシャンと僕のオリシャン、ありがとうございます。そしてヒリュウ誕生日おめでとう。ありがとうございます。ヒリュウマジで本当にカリスマってやばいじゃん。なんかずっとキラキラしてるやん。なんか俺はちょっとよどんでんだけど。なんか闇感じる。恋してた時からなんでこいつ恋してるんやろうなってずっとマジで思ってて、未経験で最速で1000万売ってマジで本当にかっけえなって思う。まあ俺の次だけど、もちろん。まあね、今日本当にいっぱい酔っ払ってほしいし、これからも頑張ってください。はい、頑張ります。まあ、飛龍、本当に今日はマジで酔い潰れて救急車で運ばれるぐらい頑張ってください。よいしょ、はーい、お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 ーい、すげえ、もう優勢さん超える人材が現れてきたなって思うんで、来年のバースデー相当なおさらすぐなるんだなと思ったら、簡単にいいじゃないけど代表もすぐ折れるなって思ったんで、すごい期待してます。ベルベルです。すいません、今日は本当に待ってよいしょ、よいしょ、よいしょ。ここまで営業開始から絶え間ないシャンパンコールが続き、店内を駆け回り続けた飛龍さん、そんな彼はここからこの日のメインイベントである超巨大シャンパンタワーを行っていく。従業員、超巨大タワー集合！はい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 。けどもこれからも横にいてほしいなって思ってます。いつまでも笑っていれたらなって思ってるので、本当にまだまだこれからもよろしくお願いします。よいしょ。営業前には不安をこぼしていた飛龍さんだが、
無事に自身のバースデーイベントを大成功に収めた。当時ボーイとしてオールホワイトに入店した彼は、わずか1年半という期間を経て現在ではカリスマホストへと変貌を遂げた。周りからの期待を背負う彼が今後オールホワイト、そして歌舞伎町の看板になる日はそう遠くないだろう。皆さん、はじめまして。クラブエルフの社長のルカワカエルと申します。代表のロゼです。支配人のハクトタイガです。現在クラブエルフでは従業員を大募集しております。職業イケメンで有名なエアグループの新店舗としてオープンさせていただきました。勢いに乗っているこの店で僕たちと人生を変えませんか。未経験の方でも基礎から手取り足取り僕らが教えます。経験者の方はさらに知名度、売り上げ上げれるような仕組みや広告をしっかり準備してますんで、僕たちに任せてください。気軽にお問い合わせください。連絡待ってます。待ってるよ。待ってるぜ。イエイイエイ。待ってるぜ。